はい、水分補給終わりましたので今日もやっていきましょう。トランスポートフィーバー2です。今回はタイトルとかサムネにある通り新幹線を開業させるという回になります。なぜいきなり新幹線なのかって言いますと、まあ、あの画面の左下ちょっと見てくださいよ。これね、今お金が17億ドル持ってんすよ、私ね。まあ、これあの前回動画でちらっと紹介した松本と名古屋を結ぶ石油列車が、これが儲かっちゃって儲かっちゃってね、もう笑いも止まりませんけど、まあ大富豪になっちゃったんですよ。でお金が有り余ってますので、まあ新幹線作っちゃおうっていうのがね、今回の動画の趣旨になります。死ぬまでに一回行ってみたいですよね。お金が有り余っちゃったんで新幹線作りましたっつってね。で新幹線作るにあたって、まあ、せっかく作るならお客さんちゃんと乗ってほしいので、まずあの各都市の交通網をちゃんと整備しました。で画面に今映ってるのはこれ国道19号と、まあ、現実にも東濃地方を横断する主要な道路なんですけど、それを整備しまして、でこことあと周辺都市を結ぶバスっていうのを、きちんと作りましたっていうことになってます。ちなみにあのこの東濃地方っていうのはこの国道19号、下街道っていうんですけど、下街道沿いの宿場町から発展した地域になってます。でこの下街道っていうのは、中山道が本来、中津川から美濃加茂とか岐阜の方に向かってたんですけど、そのショートカットルートとして作られた道ということで裏道だったんですね。本当は中山道を通らないといけないっていうルールになったらしいんですけど、まあ、下街道を通った方が名古屋に早く着けるっていうので、実際はこっちの方が利用が多かったみたいです。まあそんな経緯もあって、中山道沿いの岐阜とかとね、この東濃地方っていうのはちょっと文化的に違ったりとか、まあ、ちょっと仲が悪いなんて言われることもあったりしますけど、まあ、そういう歴史的な経緯があったりするのがこの東濃地域というところになります。ということで余談でしたけど、今画面の方では新幹線ホームを建設しました。新幹線ホームの建設場所は田島駅の裏、前保存車両何両か置いてたとこですけど、ちょっと保存車両の方は解体させてもらって、新幹線ホームを新しく建設しましたよと。新幹線の線路の方も建設していきます。新幹線の線路は高速タイプの橋を使わないといけないので、まあ、このように古いタイプの橋がね、これなんか自動で石橋がわざわざ出てくるのって嫌がらせですかね。なんか一回出てきちゃうんですけど、今ちゃんと撤去して新しい橋に置き換えて建設を行っていきます。こちら終点の松本駅です。松本駅の方は在来線ホームにそのまま新幹線ホームに付け足して新しい高架橋を建設したという形になってます。で、諏訪湖の上は長い橋でザクッとかけていくと。まあお金あるんでね、私お金持ってますんで、こんな感じで今まで在来線がくね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 曲がって走ってたところもズバッと長い橋で、ああもうぶち抜いて建設しちゃいますよという感じになってます。ほんと一回行ってみたいですね、私お金あるんでっつってね。はい、ということで新幹線車両が登場しました。新幹線の運転系統なんですが、各駅停車タイプと速達タイプの2本設定してまして、各駅停車タイプの方は、信濃号で、速達タイプこっちがあの名古屋と松本を結ぶんですけど、速達タイプの方の新幹線のことを千曲号というふうに呼ぶことにしました。これも実際の中央線で走ってた、急行列車特急列車の名前からもらってます。で千曲号の方なんですが、名古屋まで乗り入れるところなんですが、ご覧のように多治見と名古屋の間高速線を作るお金がなくなってしまいまして、あんなにお金あったんですけどね、あっという間に全部使ってしまいましたので、この区間は、この千曲号は在来線を走る形で運行しております。まあちょっと情けないですけどね、仕方ないですね、お金ないんで。あんなにあったお金どこ行っちゃったんですかね。まあお金あるんでね、私お金持ってますんで。まあただ一方でこのね、このこんな感じで新幹線が在来線とか貨物列車と一緒に走るっていうのはなかなか絵として面白いんじゃないかなと思って、まあこれはこれで良、かったんじゃないかなとは思ってますが、まあ、いずれ利用者からブーイングが来る前にちゃんと高速線作ってあげないといけないですね。
ということで、今回の動画は新幹線を建設しましたよという回でした。今回これで終わりではなくて、この続きで実際にこの開通させた新幹線に乗ってみるという動画を、そのまま続きで入れたいと思います。ということで、前面動画は今回はこの本編に続けて入れるという形になりますね。ぜひ240キロ最高速度で走るのは結構気持ちがいいですので、チャンネルは変えずにご覧いただければ嬉しいです。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただいて、この東農開発シリーズの続きを、ご覧いただけると嬉しいです。また動画が面白かったら高評価ないしはコメントで、書いてくれるととても嬉しいです。ではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。